あのお出しできるご注文こちらで、ね、あこれもその食べ放題のやつの中で、はい、ここに載ってるの全部食べ放題なんですか、ね、すごい、すごすぎ、え、そうなんだ、すごい。じゃあ先にカルパッチョをして、あ、いいね、あ、そっか、何でも頼んでいいのか、出るやつってあるんですか、正面出てくるのが今のペース、今のペースで、ね、では行きます、お疲れ様です、乾杯。シゲックは出してるのね、はい、全然取ってもらって大丈夫です。 YouTuber、 台湾の YouTuber がやってきた、よし、やっぱり来ますよ、さすがに。なんか焼肉のあんあんのやつは見たんですよ。だから寿司ってあるでしょ、焼肉のあんは多分もう終わったので、また残念と思ったらこっちがある、肉寿司もある、吉祥寺ですか、また行きましょう、ね、ありがとうございます、はい、はい、分かりやすいのかな、すいません、2013年とかの時よりは、うん、僕初対応、あ、はい、あ、飲みましょう、撮ってるから止まってるだけです。そうそうそう、動画撮ってるからやっぱそっちに集中しちゃってたりとか、今割り切っていってるから。すごい、ご飯日記さん、まだ全然食べれるって言ってるんですけど、僕もう結構ツーバーラ、バーラバーラ。すごい、フリー Wi-Fi と充電があるよ、嬉しいな。これは YouTuber 来るわ。幅広いメニューがありますね、うん、もう何屋さんなんだっていうぐらいすごい、そしてここの日本酒がすごく美味しいんですよ、飲んでください今日はありがとうございます。
乾杯乾杯乾杯、ありがとうございます。やめとこうってなってます。上に年齢重ねても関係ない。そう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 、そうだって、マイキーちゃん、私ストリクト、あ、ストリクトなんだっけ、これアメリカ人ですか、あれ中華系の、中華系アメリカ人。 YouTube になってる人もみんなイケイケ系だなっていうのはすごく思ってて、どういう感じって言ってる。